នៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុនមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចទៅនៅប្រទេសជប៉ុនមានម៉ោងសិក្សា8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបែងចែកជា2វេនគឺវេនព្រឹកនិងវេនល្ងាចមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃមានម៉ោងសិក្សាតែ4ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះនៅប្រទេសជប៉ុនសិស្សដែលចូលរៀនសាលាបឋមសិក្សាគឺ 100% អាចបន្តការសិក្សារហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារមូលហេតុពិបាកយល់ពីការបង្រៀននិងរវល់ជួយការងារផ្ទះជាដើមសិស្សមួយចំនួនបានលះបង់ការសិក្សាកណ្ដាលទីទម្រាំបានឈានដល់ការបញ្ចប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យមានសិស្សប្រហែលជាងពាក់កណ្ដាលបានឈប់រៀនពីសាលាមួយវិញទៀតដូចជាសម្រាប់គ្រូបង្រៀនផ្ទាល់គឺពួកគាត់មិនបានយល់ដឹងច្បាស់ពីអត្ថន័យនៃមេរៀនដែលត្រូវបង្រៀនហើយក៏ដោយសារមានកង្វះខាតសម្ភារៈក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ពីដើមដែលកត្តាទាំងនេះអាចលើកមកជាបញ្ហានៃគុណភាពនៃការបង្រៀនតើចៃការកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងវិស័យអប់រំតើទៅជួបជាមួយលោកស្រីតូកូកាវ៉ាដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកនៅក្នុងវិស័យអប់រំតូកូកាវ៉ាしおりです保健分野、産業開発分野からなる社会開発班を担当しています。大学時代は教育学部に所属していて、日本の教育政策とか、学校や公民館などの教育現場の取り組みについて学んでいました。JICA が多角的にその途上国の抱える開発課題にアプローチできるということを知って、とても魅力的な組織だなと思って入校したいと思うようになりました。アクセスと質の2つの問題があるのかなと思っています。アクセスの面の課題としては子どもの就学率、進学率の低さに課題を感じています。小学校の就学率は 90% を超えているんですけれども、中学校の就学率は 50% くらい、それから高校になると 28% くらいということで、かなり高等教育に進むにつれてアクセスする人たちが少なくなっているということがあります。質の面の課題としては黒板をそのままきれいにノートに写しているような様子がよく見受けられます。実際に自分で学ぶといった経験が少ないのかなと思います。カンボジアの産業を支えるために必要な人材の育成をカンボジア事務所では重視をしています。そのためには就学前教育から小学校教育、中学校、それから高等教育、職業訓練に至るまで様々なレベルでの人材育成を支援しています。JICAの力だけではなくって、日本の NGO とか、大学の方々と、連携しながら取り組んでいるプロジェクトも数多くあります。ハートオブゴールドさんが、実施されている体育の授業改善のプロジェクトでは、体育の授業のカリキュラムを見直して指導書を作成して子どもたちが楽しく身体能力を高められるような、そういう授業を導入するプロジェクトを行われていました。体育分野の協力隊員の方々は、子どもたちが楽しんで体育の授業に臨めるようなそういう働きかけを現地の先生とともにやっているとか、さまざまな分野で協力隊員の方々が活躍してくださっています。また JHP という NGO さんでは音楽と図画工作ですねの教科書を開発して、またそれを教える先生方を育てて支援をしてくださっています。日本人の私からしてもカンボジアの方々何が課題と考えていらっしゃるのかなかなかわからない部分があるんですけれども、それをうまくカンボジア事務所のナショナルスタッフの方が聞き取って伝えてくれてですね、彼らとの共同が一番楽しい、やりがいを感じるひとときです。お話を聞くのと実際に現場を訪れて、見て感じるのとは全然違うので、ぜひカンボジアに一度お越しいただければ嬉しいです。